フランスはけねえ。フランスはけねえ。フレンスはこね。1694年6月4日から1774年12月16日は、フランスの医師、重農主義の経済学者。1758年に、重農主義の考え方の基礎を提供したタブロー、イコナミック、経済表を出版したことで知られる。これは、分析的手法で、 経済活動についての説明を試みる、おそらくは最初の活動であり、経済思想への最初の重要な貢献の一つと見ることができる。1718年下界となり、1749年からは、宮廷市として、ベルサイユ宮殿で暮らした。1752年貴族に劣せられるが、50歳代で経済学の研究を志し、 土地所有者の資金を農業に投入し、その生産力を高めることが重要であるという観点から経済表を発表し、重農主義経済学の外を仰がれた。ネ念の経済表のアプローチは、マルクスの再生産標識、ワルラスの一般均衡理論、ケインズの有効需要の原理、レオンチェフの産業連環表、ミルトン・フリードマンとアンナ・シュワルツの貨幣供給理論に受け継がれた。 ケネイは、パリ近郊、京のウール県にあるの農家に生まれた。16歳で、下界に弟子入りすると間もなく、パリへ行き、そこで内科と下科を学んで下界長の資格を得ると、マントで開業した。1737年に、フランソワジゴド・ラペロニーにより設立された、下科アカデミーの就寝事務局長に任命され、国王の常勤下界となった。1744年に、 薬学博士の免状を得た。彼は国王の常勤内会となり、その後1749年にルイ十五世の長期ポンパドゥール夫人の辞意となってベルサイユ宮殿で暮らした。彼の部屋は中二階にあり、中二階の階、リーユニオンズデール・イントレゼルはその名を取ったものである。ルイ十五世はケネイをとても尊敬し、ケネイを自分の思想家と呼んでいたものである。 ケネーを貴族に助手したとき、国王はケネーの腕に三本のパンジー、フランス語で思想を意味するパンセ、パンセからの派生をラテン語の標語であるプロプターエクスコジティシャネマンティスを添えて与えた。その後ケネーは、主に経済学の研究に専念したが、1756年、百科全書第六巻に、名称性、定学、小坂みのりの二つの記事を執筆した頃から、 周囲に、後に、重能主義と呼ばれる学派が形成されていった。この中で、ケネイに最初に敬した人物として知られるのは、ミラボー公爵である。彼は、ケネイと並行して、経済問題に高い関心を持っていたバンサンド、グルネイをケネイに引き合わせた。チュルゴーなど、グルネイの信奉者たちは、1759年の、グルネイ没後に、ケネイの学派に加わった。 1758年末、ケネーはポンパドゥール夫人の援助で彼の考えを図示しそれに簡単な注意をつけた冊子を経済表として発表した。この豪華な版は1758年に国王直接の監督下にあったベルサイユ宮殿で印刷され、その数枚は国王の手で手ずりされたと言われている。しかしこれは勝負数しか印刷されなかったため、 1767年には、すでに流通から消えてしまった。またケネイはこの初版を改定して、翌年、二度再版したが、これらも部数が少なく、それほどは出回らなかった。これを広く知られるようにしたのは、ミラボーである。しかしこの前後から、ケネイの支持者はさらに増えていった。ニコラ・ボード業務フランソワル・トローヌ、社会秩序の著者、アンドレ・モルレ。 小麦粉戦争の間、穀物取引の自由について、フェルディナンドガリアーニと交わした論争で知られる、ルメルジエド・ラ・リビエール、デュ・ポンド・ヌ・ムールらである。彼らによって、経済表の重要性が広まっていった。また1764年から1766年に、アダム・スミスが、第三代、バクル公爵ヘンリー・スコットの家庭教師として、大陸を旅行し、 1765年10月から1766年10月にかけてパリに滞在した際、ケネイやその信奉者たちはスミスと面識を持った。スミスはケネイ没後に出版した諸国民の富の中でケネイらの科学的応対に高い敬意を払った。ケネイは1774年12月16日に死去したが、穀物取引の自由化などの政策は、 同年8月に財務総監となったチュル号によって実現された。ケネーは1718年に結婚して息子と娘がいた。前者による孫息子は最初の立法議会のメンバーとなった。ケネーが彼の体系について著述した主な著作は次の通りである。リドロとダランベールが編集した百科全書1756年1757年の 定額、尾崎実と、穀物に関する二つの記事、農業王国の経済的政府の一般的、方針、1758年、そして同時に出版された、経済表と、その説明、または趣里による国王の経済の要約、有名な表語、貧しい農民は、貧しい王国。貧しい王国は、貧しい国王。とともに、そしてデュ、 ポンドのヌムールが編集していた農業、商業、財政雑誌に寄稿した自然法論、商業についての対話、職人の労働についての対話。経済表はその分乾燥さと抽象的形態のため、世間一般の支持はほとんど得られなかったが、学派の主要な宣言書とみなせるかもしれない。それは、綺麗の信奉者によって人類の知恵による主要な生産物に列しうると、 考えられた。アダム・スミスに引用されたところでは、文字と貨幣と並ぶ、国家社会の安定に最も寄与した三つの偉大な発明品の一つであると、大ミラボーが述べている。その目的は、完全に自由な状態において、富の唯一の源泉である農業の成果が、社会の複数の階級、土地所有者及び工作者からなる、生産階級。 そして職人と商人を含む不正産階級に分配される法をある定式によって示すこと、そして他の定式によって政府による束縛と規制のシステムの下での分配方法を自然の秩序の妨害の程度に応じて社会全体にもたらされる悪い結果を描くことである。記念の理論的な観点によれば実践的なエコノミストと政治家が配慮して叱るべきことは 純正産物の増加ということになる。そして彼はまた、全く同じ背景からではないが、後に、スミスが断じたように、地主の利害は厳密かつ堅固に社会の一般的利害に関連していると推論する。井上康夫によれば、経済表は、フランス絶対王政の行き詰まりを打開するための理論的柱である点で、この時代に、 固有のフランス社会経済に直接関わっていると同時に他方では市場経済、資本主義経済の年齢の再生産がどう進行するかという普遍的な理論的問題を投げかけている。このため経済表は19世紀半ばにマルクスに資本論第2巻の回転循環過程分析で再生産標識を結実させた。また20世紀半ばに レオンチフがアメリカ経済の経済表を書くべく産業関連表を作成した。このように、ケネイの経済表は長期にわたって理論的に継承され続けている。ケネイの経済理論の記述は通常、今日の主流である新古典派理論の観点から読まれるテキストに基づいている。同時代の古典派経済理論の歴史的背景と観点の中で理解すると、 これらのテキストは異なった内容を明らかにする。ケネイの考えは1628年に、ウィリアム・ハーベイによって、再発見された血液の体系的循環で、形成されている。ケネイは解剖学の銅板を刻むことで、弁学の資金を調達していたため、彼は、内科医は何について話しているかを理解していた。当時内科医はガレノスに従って、射血を説明した。感染は、 感染から離れた適切な場所の血圧を下げることにより回復することができる。ケネイはチューブのシステムを用いて圧力を減少させるためには場所が無関係であることを実演した。外界により提出されたこの証拠は内海の社会的地位を全く低下させ内海たちを苛立たせた。しかし、それは1749年にポンパドゥール夫人のかかりつけの内海になった。 国家外界の命に名声を与えた。この論争は、些細なものではなかった。それは、医学のパラダイムの衝突だった。射血は、ガレノス、紀元前129年、紀元前200年によって、推奨された。彼の理論は千年以上にわたって、西洋医学を支配したが、西洋医師たちが触れることができる彼の本来のテキストは、唯一ルネサンス初期のギリシア語から、 ラテン語への翻訳のみとなった。カレノスによれば、血液には、心臓から血液が消費される期間までの一方的な流れがある。記念の主張は、ウィリアム・ハーベイ、1578から1657によって1628年に再発見された血液の体系的循環基づいていたが、この説は1661年に、マルピーニが、 毛細血管を発見した時に唯一決定的なものになった。そのため、記念の主張では、ガレノスの体系では理解できないが血液が再生されたと推測した。それは耳が聞こえない者同士の議論だった。しかし、経済理論には興味深い類推がある。ガレノスによれば、心臓から出る動脈血と肝臓から出る静脈血はすべての器によって消費されるが、 ハーベイによれば、血液は再生される。同様に、新古典派経済学によれば、商品には、個人の公用を生産することで破壊されるための、一方的な流れがあるが、古典派経済学によれば、少なくとも、生産的な労働の出力は次の経済循環の、入力となる。記念の経済学への興味は、フランスが、 財政破綻に直面したことを突きつけられた1750年頃に生じた。肺の役割がまだ理解されなかった時、彼は商品の経済循環が肺循環を省いた血液循環とどうであると考えた。ラボアジエの酸素に関する実験は少し後で始まった。ケネイは心臓が器官のために特別な重要性を持っているのと同様に、 農業が社会と経済の制度に特別な重要性を持っていいと考えた。歴史的にフランス国王は貴族たちに対して弱い位置にあった。彼の独立性を高めるため、国王は貴族たちが宮廷にいて贅沢さを互いに競うことを強制し、彼らの資産を軽視することで貴族たちを疲弊させた。ベルサイユ宮殿はこの伝統で作られた。人口の0.5%、 ゲルマン征服者とキリスト教会から伝わる高い威厳を誇り、貴族と暮らすが国の純所得のほとんどを受領していた。そのため、職人と工業的サービスへの需要のほとんどを全部が循環的な経済の流れに全く入力しない社会的部門から来ていた。そして、もし貴族と聖職者が経済の再生産と無関係であったとすれば、そのために働いているものは職人だった。 アダム・スミスからジョン・スチュアート・ミルまでの古典派経済学は、非生産的労働に関するケネの議論を、その中心的主張と捉えた。彼の経済表の中でケネは、地主階級、貴族と装飾は、農業と工業のサービスを得るが、土地を農民に賃貸することは別として何も、生産することなく、職人は、自分が生産したものと同じだけのものを農業と他の、職人に支払い、 唯一農民だけが生産費を補充し、地主階級と職人たちに供給した後で純利益を保有したことを示している。ムロンケネーは地主階級とそれらのために働くすべてが規制体であったと公然と表明することはできなかった。彼は彼が守ろうとした体制を批判することはできなかった。同じことを言う政治的に正しい方法は職人と製造業者を 不生産階級と表明することだった。そのため懸念は職人と農民の仕事の間には違いがあると断言する。工業製品の価格は再生産の費用で決定する。競争は高めの価格をこの自然な基準に平準化するだろう。農産物価格は再生産の価格を超えているので他の部門が単に再生産的であるのに対し、 唯一農業だけが富を生産する。増加する農産物供給が価格を下げない理由の一つは無制限に近い需要である。懸念による農業と工業の価格の区別はこれらの部門のイギリスの非常に異なった区別により理解できる。デビッド・リカードはより少ない生産性の高い土地が耕されるため農業生産の増加は物価を上昇させると説明している。しかし、 工業製品の増産は、一つあたりの生産費を下げ、それにより価格を引き下げるだろう。記念にとって、これはもう一つの循環路と、歴史的に全く正しい。市場の拡大が生産の増加と単価の減少を引き起こすというアダム・スミスの有名な主張は、労働力の分割の進化と誘発される発明により、大量生産にのみ言及している。しかし、フランスの職人には、 オーダーメイドの生産があった。通常、高級品の生産は、規模の経済を、全く提供しない。ケネイは、経済循環について議論するため、アダム・スミスをパリで指導し、スミスはケネイが亡くなる前に、諸国民の富をケネイに捧げようとした。しかし、富の分配に明らかに影響する、イギリスと非常に異なった、フランスの状況に対す彼らの特別な関係のため、 スミスでさえもいくつかの重農主義の考えは理解できなかった。中国の発明品を採用した農業革命によってイギリスの産業革命は先行した。無論受け入れられているわけではないが、イギリスの系列に続いてフランス北部ですでに資本主義的農業の例が見られ、フランス全体に対してイギリスモデルを採用することは将来の工業開発の前提条件として、 生産性の高まりを約束した。フランスの未来は農業開発の中にあり、現在の産業構造の拡大の中にはないという、ケネへの主張は等しくない分析的なマスターピースである。工業製品のためのこの将来の資本主義的農業に対する需要は、フランス工業に新しい市場を提供する。 この市場が供給されると、出力が次の経済循環の入力となるため、フランスの工業と貿易は生産的になるだろう。そしてこの工業生産は、費用低減を示すだろう。それゆえ工業と工芸を、不産階級と呼ぶことは、一般的には誤りだが、この歴史的状況においてのみ正しいと言えよう。財務のチュルゴと共に、年に、 重農主義プログラムの第一歩が実施された。しかし多くの名士やグループが、先の財政的混乱から自分たちの利益を上げた、ことで、チュルゴーの改革に対する抵抗が紛失した。フランスにおける穀物の関税を廃止することで、固定額を国王に支払って、その3倍以上を集めていた多くの貴族の税収者たちに打撃を与えた。1774年の不作は、 小麦価格を上昇させた。そして税収者たちは自由貿易で今や国王までもが小麦小陶器で利益を得ているという噂を広めた。人々はベルサイユの旧門へ行進した。1776年にチュルゴーがすべての特権を廃止するための第一歩として農村の不益と都市のギルドを撤廃するよう提案した時、国王は彼の敵に同調し、 チュルゴーの辞職を求めた。彼の敵のジャック・ネッケルが財務長官になり、ネッケル夫人が主催していたパリ市民のサロンではすぐに、重脳主義的考えは全ての重要性を失った。フランスの負債とアメリカ独立革命へのフランスの関与に資金を供給するために増税することより、むしろさらに多くの借金がフランス革命への道を開いた。 中国の思想と概念が懸念に与えた影響を忘れるべきではない。生前彼はヨーロッパの講師として知られていた。レッセフェールの教義とその名前さえもが中国の無意の概念に啓発されたものかもれない。彼の経済学上の著作は19世紀中頃にユジェーヌデールによる序文と注釈をつけてパリの行満社から発行された主要経済学者の第二巻に集められた。 また彼の経済学と哲学の著作集はアウグスト・オン・ケンの序論と注釈をつけて集められたフランクフルト1888経済表の元の原稿からのファクシミリ復刻はイギリス経済協会から発行されたロンドン1895彼の他の著作は百科全書の名称性という記事と 1773年の幾何学の新しい要素の草案を伴った幾何学的真実の証拠の探求であった。グランジャン・ドフシーによるケネへの追悼文は科学アカデミーの起用に掲載されたアカデミーの先週1774年134ページ参照。またカイ・ジェイ・マルモンテルの回想録デュオセプジンの回想録エイチ・ヒックズの重能主義。 ロンドン1897を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。